秋山さんが銀行員ああ今から5年くらい前の話だ6年くらい前までの俺の人生は綺麗な階段を汗ひつかかずに登るような順調なものだった東都大の法学部を卒業東都銀行に入社俺は金融工学のプロフェッショナルとしてエリート街道を歩み始めたじゃあどうしてホームレスなんかに クビになったんだよ2005年の初めになクビなんかやらかしたんですか業務上横領つまり会社の金をこっそり盗む犯罪だえどうしてそんなことを知らねえよだって俺は横領なんかしてねえんだからさはどういうことですかはめられたんだよ会社にないきなり業務上横領の疑いをかけられて 懲戒免職ってやつだ。そんなバカなまあ、普通そう思うわな。俺も何かの間違いだと思ってた。だが、現実は違った。俺が当時、担当していた。とある会社の口座にあった、100万円がある日突然、俺の個人口座に振り込まれていたんだ。それで、クビですかああ。何を言っても無駄だった。銀行は俺を告訴しないことを条件に。 一方的に俺を懲戒免職処分としたその後俺は真相を探ったそれまでに貯めた金を使いほぼ手を尽くして調べ回ったでも結局わからずじまいその時貯金も尽きて神室町で路上生活を始めたんだそれでホームレスですか金なんて簡単に増やせるって思ってたのにさ元手と信用がなければ何にもできないんだよ所詮俺は他人の金で遊んでいただけだったんだって その時初めて分かったんだえじゃあどうやって金貸しなんてやれるほどの大金手に入れたんですか拾ったんだよはだからさお金が降ってきたのそれからパーッとそれを拾ったのさいや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 本当だって知らないミレニアムタワーで爆発があってさそこから大量のサスタムが降ってきた事件あっ知ってますえじゃあ秋山さんはその金を そう大体100万くらいだったから死に物狂いで拾い集めたよこの金さえあれば俺はもう一度人生をやり直せるってななんか運がいいんだが悪いんだがわかんない感じですね <laughs> まあなだがその時の俺にとってその100万円は命と同じくらい大切な金だっただがそんな大事な金をこともあろうに俺は盗まれちまったんだ 路上で寝ている好きにな誰にですか街のゴロツキさあの頃からこの町はホームレス狩りとか言って路上で寝ているホームレスを襲うような遊びが流行っていたからな待ってくださいそれじゃもしかしてその時に秋山さんを助けたのがそう新井さんだ当時新井さんは金村工業に入ったばかりのチンピラだったそのチンピラが俺から金を盗んだ連中から 金を取り上げホームレスの俺にわざわざ届けてくれたんだどうしてそんなことアナイさんは涙を流して喜ぶ俺に言ったよ俺がこの町を変えてみせますって兄貴俺はその時誓ったんだもし俺がこの100万円でのし上がれた時はこの人にかけてみようってかけるああこの人なら 室って猿山のボスになれるかもしれないって思った。